シンクパッド R51 シンクパッド R シリーズは、レノホ社のノートパソコン、シンクパッドブランドの1シリーズ。シンクパッド R シリーズは、シンクパッドの中でも低価格、エントリーモデルとして2001年10月に、最初の製品が発売された。しかし、R5XK 以降は、スタンダードモデルとされている。基本的には四点一インチ、または十五インチの液晶ディスプレイで、 A4 サイズ筐体の2スピンドルノートパソコンである。R30 ではマザーボードにインテル互換チップセットを用いたり、現在に至るまで大半のモデルでグラフィック統合チップセットを用いるなどコストダウンを主眼に置いていた。なお、2010年4月27日に L シリーズが発表されたため、2010年3月の R400、R500 をもって、 生産及び販売を終了した。R シリーズの販売期間は9年間であった。シンクパッド R3XK は、それまでシンクパッドシリーズであまり力を入れていなかった、低価格、スタンダードというジャンルの機種として発売された。キャッチフレーズは、お求めやすいプライスも大事な、性能である。カタログによると、コストの面でも賢い。 マシン選びという観点から見ると価格も大事な性能だということだ。今までプロ仕様、高機能のイメージが強かったシンクパッドシリーズに初めての一大的な機種を加えることにより他メーカーからの乗り換えを狙ったものだと思われる。シンクパッド R4XK はセレロンの 1.6GHz-2.2GHz を搭載し一部機種にセキュリティチップや ウルトラナビを搭載するなど、R3X 系統とは一転して、高性能な仕様になった。R3X 系では携帯性、コスト、基本性能を重視していたのに対し、R4X 系では、携帯性というコンセプトが消え、G シリーズ登場により消滅した、A シリーズに近い、高機能、デスクユーズの機種となった。また、高性能化によるコストアップ対策のため、 ウルトラベイをオミットした末尾にいいのをつくモデルがこのシリーズから登場している。また、ペンティアム M855PM チップセット、モビリティラデオン7500を搭載した機種も存在する。シンクパッド R5XK はハードディスクアクティブプロテクションシステム、ウルトラベイエンハンスドなどによりリニューアルした機種。スタンダードビジネスモバイルとしての一面と、 T4X 系が持たない IEE1394 ポートを搭載するなど、今週末に通じる一面を持つ。CPU ファン、各ポートの位置、バッテリーの種類などが T4X 系統と同じで、マザーボードの設計を流用している。画面サイズは14.1インチと15インチの2種類があるが、マザーボードの設計は共通で、15インチモデルは、 HDD キャディと米部分の追加基板で左右方向の寸法を克服している。リーズナブルな価格を前面に押し出す。R シリーズにおいて R5X 系では低価格と高性能の両立が実現されている。同じ R5X 系の中でも製品番号の後ろにアルファベットの E が付くものはスタンダードモデルで E が付かないものはスタンダード拡張モデルと分類され、 より多くのユーザーのニーズに対応できる製品となった。E モデルとスタンダード拡張モデルの主な違いは底面のドッキングポートの省略とウルトラウェイエンハンスドデバイスのホットスワップができないことなどである。R シリーズでは初めて末尾に P の付いたモデルである。シンクパッドでの P 記号はプロフェッショナルモデル、ワークステーションモデルを指すもので、 特にグラフィックに関しては高性能なグラフィックチップおよび高解像度液晶ディスプレイを搭載し、同系統中の上位機種とした。当時の P が付くモデルには14.1インチスックスガと15インチフレックシベックスガがあった。先代の T40P の時点では A31P があったが、A シリーズの廃止に伴い、T41P に対応なす機種が必要となり、 T41 シリーズには15インチモデルが存在しなかったため、15インチモデルが存在する R50 の筐体と T41P のマザーボードを組み合わされた機種である。このため、R50 とは異なり、IEE-1394 は搭載していない。T42 で新たに15インチモデルが登場したため、R50P1 機種のみで終焉となった。 シンクパッド R6X k は CPU にインテルコア、コア2両を採用した一方、直販価格ではサイレンカモデルで14万円を切る低価格を実現している。2007年にノートパソコンとしては初めてのブルーレイディスクドライブ搭載モデルが登場した。シンクパッド R5002008 年7月16日発表。R400、R500 は R6X シリーズに引き続き、CPU にインテルコアにデュオを採用しており、プラットフォームとして、インテルセントリノ2を搭載しているモデルもある。持ち運びを想定して、天板内にロールケージを装備するが、家庭や双方での末置き用とも重視され、マルチメディア機能が強化されている。液晶ディスプレイはワイドのみとなり、R400 は14.1型で、 例陰極間バックライトの WXGA と WXGA、LED バックライト WXGA の3種、R500 は15.1型で、例陰極間バックライトベスクスがである。R400 には T シリーズ同様のスイッチャブルハイブリッドグラフィックスが採用され、GPU の手動切り替えによって、バッテリーを効率よく使える。廉価版ながら、 ディスプレイポートや7インチカードリーダーを備え、ブルーレイディスクドライブや内蔵ウェブカメラも選択できる。バッテリーの最大稼働時間は、R400 で6.6時間、R500 で4.8時間になっている。前述の通り R シリーズは、この R400、R500 をもって2010年3月に生産及び、販売を終了している。発売は、同年8月6日。 ノートパソコンでの R400、R500 という、モデル名は、東芝ダイナブック SS の海外版であるポーテジア、イコールポーが2007年から使用している。レノボノートパソコンシンクパッド R シリーズ。ありがとうございます。